それでは電流制御のメリットを紹介していきます。モーターのトルクは電流に比例するため、電流制御をするのは一般的です。まずエッジブリッジの基本的な動きを見てみます。左側のハイサイドと右側のローサイドがオンになり、真ん中の負荷に電圧がかかり、その間の電流が増加します。その後、両方のローサイドがオンになり、電流経路が切り替わります。この間はエネルギーの追加がありませんので、回路の損失で電流が減少していきます。これがスローディケイです。通常このオフ時間は固定時間になります。電流を増やしたい場合は、欲しい電流値になるまで電圧をかけます。その後、電流させてスローディケイで電流が減少します。今度は電流を大きく減らしたい場合、オン時間は0ではなく設定されたミニマムのオン時間になります。その後、右側のハイサイドをオンにして左側のローサイドをオンにします。こうして電流の向きと逆側に電圧をかけて電流を急減させます。これがファストディケイです。一般的にこのスローディケイとファストディケイを組み合わせて電流を制御します。電流制御の最初のメリット、適応ディケイ制御を説明します。電流制御時に電流を急減させたい場合を考えます。ターゲットの電流が下がる前の最後のスイッチングが入ります。ここで電流を急減させたいので、追随性を上げるため、一般的にはスローディケイとファストディケイを固定比で組み合わせます。このまま十分減衰するまではファストディケイを組み合わせて減衰を早めていますが、それでもターゲット電流値次第で時間がかかってしまいます。一方、適応ディケイ制御を見てみましょう。ターゲットの電流が下がる前のスイッチングが同様に入ります。 PWM のオン時間が設定されたミニマムオン時間以下になることで、電流ターゲットが大きく下がっていると判断し、ファストディケイを自動で組み合わせます。この後、電流の減衰が間に合っていなければ、オン時間がミニマムオン時間を連続して下回り、この時ダイナミックにファストディケイの時間を増やして、さらに大きく電流が減衰するようにします。そしてターゲット電流に到達するとまたスローディケイだけに戻します。このように適応ディケイ制御ではターゲット電流に対する追随性をダイナミックに調整します。次に予測電流制御を見ていきます。通常電流制御では電流リミットに到達すると固定のオフ時間を入れるような制御をしますので、実際の平均電流の値は設定された電流リミット値よりも小さくなります。予測電流制御では設定された電流リミット値が平均電流になるように制御します。具体的には、通常の電流制御における電流リミットが検出されたタイミングから、追加のオン時間を計算して少しオン時間を延長します。電流リミットの検出までは同じ動作ですが、直前の電流リミットの検出までのオン時間と合わせて、その2分の1だけオン時間を延長します。このようにすることで、繰り返しになりますが、電流リミットで動作している際の電流リミット値が実際に流れる電流の平均値になります。
予測電流制御の機能についてもう少し見ていきます。予測電流制御により電流リミット値が平均電流となっています。ここでターゲットの電流値が大きくなった場合を考えます。直後のオン時間は電流リミットを検出するまで続きますので長くなっています。この T オン時間を計算に入れてしまうとオン時間の延長が長くなりすぎてしまうので、こういった場合はこのオン時間を無視します。このようにしてオン時間の延長が長くなりすぎないようにしています。電流リミットのスレッショルドが変わるとき以外にも、モーターが停止するときなど、オン時間が無視されて電流値が大きくなりすぎないようになっています。さらに、PWM のオン時間をカウントし、それをもとにオフ時間を制御して、スイッチング周波数が一定になるように制御しています。以上が電流制御のメリットの簡単な説明です。SW イン機能についてだけ追加で紹介します。これは電流制御と電圧制御のデバイスに共通する機能ですが、 ST のステッピングモータードライバーには SW インというピンがあり、外部に接続されたスイッチがオンになるのを検出することができます。スイッチのオンの検出とともに、モーターを即座に停止させたり、コントローラーに割り込み信号を送ったりするように設定することが可能です。最後に評価環境について紹介します。 ST のステッピングモータードライバーは非常に簡単に評価を開始することができます。まずはステッピングモータードライバーの評価基板と USB-SPI 変換ボードを PC に接続します。次にモーターと電源を接続します。モータードライバー IC は内部コントローラー用に DC-DC コンバーターを内蔵していますので、モーターのバス電源だけ接続すればよく、基板上の回路も非常にシンプルです。電源を投入し、パソコン上で GUI を起動します。初期設定をしてランコマンドを使うと、すぐにモーターを回転させられます。最後に ST のステッピングモータードライバーのメリットのまとめです。電圧制御、電流制御に共通するメリットとして、デジタルモーションエンジンがあり、コントローラーやサブコントローラーを使った制御を削減できます。電圧制御では128分の1のマイクロステップ、逆起電力保証、電源電圧変動保証、低速歪み保証などがあります。電流制御では適応ディケイ制御、予測電流制御などがあり、電流制御の追随性を向上します。設計ツールとしては非常に簡単に評価を開始できる環境が整っています。標準的な保護機能について少しだけ説明すると、電流検出抵抗なしで過電流検出ができる過電流検出機能があり、過電流検出抵抗による損失が必要ない。加熱保護については、最初は警告を出し、さらに温度が上がるとモーターを停止させるような2段階の動作が可能です。詳細は割愛します。以上、最後に ST のステッピングモータードライバーは様々なメリットを持ち、簡単に評価が開始でき、システムもシンプルに構成できることがお分かりいただけたかと思います。